新聞学は、競義には、新聞についての、講義には、新聞以外も含めた、マスコミュニケーション過程についての社会科学的研究の、総称。1916年、カール・ビューヒャーの尽力により、ライプツィヒ大学に、新聞学の名を冠した、研究所が設立され、正式な初代代表者となったのは、1926年から1933年に、 代表を務めたエリック・エフェルトであった。1926年には、ザイトンズイ・ウィセンシャフトと題した最初の学術誌がカール・デスターとバルター・ハイデによって創刊された。1930年代には、ベルリンのフリードリ・ヒビルヘルム大学にも、新聞学部門が設けられた。その主任であったエミール・トビファートは、長きにわたる闘争と幾多の議論を経て、映画や、 ラジオもすべて新聞学の研究対象に含まれるものとし、新聞学の拡張を行った。新聞学はコミュニケーション学の先駆けであったと考えられる。日本の大学には、もっぱら新聞学について教育する部門として、新聞学科などが設けられている場合がある。1932年、上智大学の専門部に新聞科が設置された。これは、 その後1948年に学生改革を経て文学部新聞学科となった。GHQ の指導により、戦後の1946年には、早稲田大学政治経済学部に新聞学科が作られたその前後、慶応義塾大学、明治大学、日本大学、関西大学、東京大学が同時期の学生改革として続く。1951年に、 日本新聞学会が設立され、日本におけるマスコミュニケーション研究の中心的な学会となっていたが、1991年の決定に基づいて、学会の名称は1993年に日本マスコミュニケーション学会へ改められた。日本新聞学会が1952年から刊行していた学術史新聞学評論は学会名の解消を受けて、 1993年からマスコミュニケーション研究と解題された。ありがとうございます。